社迦は福岡県飯塚市出身の元プロゲーマー、ストリーマーである。本名は川上から。主にライブストリーミング配信プラットフォーム Twitch で配信活動をしている。配信時間が他のストリーマーに比べて長く、頻度も異常に高いことで知られており、配信ジャンキーの異名を持つ。また、プロゲーマー時代にスナイパーライフルが非常に上手かったことから、 伝説的戦地の大祖劇主者化とも呼ばれる。1991年、福岡県飯塚市にて生誕。少年時代から近所でよく川遊びをしており、中学では水泳部に所属。父親がゲーム好きで小さい頃から家庭用ゲーム機に親しむ。2006年頃、中学生時代に父親が PC を買ってきたことをきっかけに PC ゲームに熱中する。当初は、 MMORPG を遊んでいた。2009年頃、フレンドから勧められ、無料 FPS、アライアンス・オブ・バリアント・アームスをプレイし始める。アバのフレンド上海市に誘われて、アバのトップクラン、スリープに所属することになる。2009年、アバに熱中していたが、高校の先生と両親からの説得により、専門学校への進学を決意。 2010年3月、スリープ在籍時に経験したアバのオフラインイベントに感化され、アルバイトで貯めた20万円と PC だけ持って友人を頼りに東京へ単身状況。12月10日、自身のツイッターアカウントを開設。2011年4月18日、ニコニコ生放送にてコミュニティ、社科 CH を開設。 同日7時53分に初配信を行う。主にア、a バ a OSU? のゲーム配信を行っていた。4月27日、ピアキャストにて、配信開始。初配信で130人を超える視聴者が集まる。7月頃、当時日本一のクランだった、スリープが、活動休止。2012年4月1日、a バ a 爆破部門の立ち上げメンバーとして、 プロゲーミングチームデトネーターに加入。12月22日、東京のベルサール秋葉原で開催されたオフライン大会、アバーストシーズン3にて爆破部門として国内大会初優勝。2013年2月14日、台湾で開催された世界大会、アバーインターナショナルチャンピオンシップ2013に日本代表として出場し準優勝。 10月31日から11月3日、ルーマニア・ブカレストで開催された国際的な e スポーツイベントイーズフ2013ワールドチャンピオンシップのアバ部門に日本代表として出場。2014年4月14日、自身の YouTube チャンネルを開設。7月19日、台湾で開催された世界大会アバ、インターナショナルチャンピオンシップ2014に 日本代表として出場し準優勝。12月5日から7日、世界大会、IF、インターナショナル E、カルチャーフェスティバル2014、a b ワールドチャンピオンシップに、日本代表として出場し3位。2015年頃、長らく同棲していた女性と入籍。2015年8月19日、台湾で開催された、世界大会、a バ、b a インターナショナルチャンピオンシップ2015に日本代表として出場し準優勝。12月18日から20日、東京で開催された爆破ミッションの世界大会アバワールドチャンピオンシップに招待チームとして出場。2016年7月3日、台湾で開催された世界大会アバ、インターナショナルチャンピオンシップ2016に日本代表として出場し3位。 2016年9月4日、オーバーウォッチ部門へ移籍し、チーム、リトネーター後のメンバーとして活動することを発表。同日、島田カップ2016ウィーク後に出場し、決勝で、台湾王者、ステイ・フロスティーに敗れ準優勝。11月27日、JCG マスター2016連合にて準優勝。12月4日、 JCG マスター2016で A6 にて優勝し、年末に行われる、ウィンターファイナルズへの出場計を獲得。2017年1月14日、JCG オーバーウォッチマスター2016から2017、ウィンターファイナルズの敗退をもって、選手活動引退を発表。2017年4月29日、スティームで早期アクセス版が配信されていた、バトルロイヤルゲーム、 PUBG を初プレイ。2017年以降、主に Twitch でゲーム配信を行うようになる。2017年5月20日、PUBG ジャパンドンカツカップスクワット1にて、スタイリッシュヌブ、スパイルゲイヤヤマトンと参戦し準優勝。8月23日から26日、ドイツケルンで開催された、賞金総額35万ドルの招待生大会。 ゲームスコム PUBG インビテーショナルにデトネーターとしてスタイリッシュヌブ、スパイルゲーア、ヤマトンと共に出場。11月17日から19日、韓国、釜山にて開催された PUBG アジアインビテーショナルアット G スター2017に解説者として出演。各チームの位置取りと状況有利不利を的確に指摘し、予言者社歌として話題になる。 12月25から26日、クリスマス 4BR 配信、と称して、スタイリッシュヌブ、スパイルゲイア、ヤマトンと共に、PUBG をプレイし30時間耐久配信を行う。2018年1月14日、連続で21時間配信した後に突如始めた、オセロで CPU に一勝もできず、霊勝のままオセロを引退した。3月4日、 名古屋テレピアホールにて、東海テレビ放送主催のイベント、名古屋 E、スポーツフェスティバルボリューム0にイベント出演。3月31日、配信に専念するため、ゲーム会社を退職。4月1日、デトネーターストリーマー部門へ正式移籍。7月27日、ドイツベルリンで開催された、PUBG グローバルインビテーショナル2018、チャリティーショーダウンに、 日本代表として招待され、シュラウドやドクターディスリスペクトといった海外の人気ストリーマーと対戦した。8月31日、アメリカシアトルで開催された、賞金総額30万ドルの PUBG ストリーマー大会、ブロードキャスターロワイヤルに招待され、スパイルゲーアとデュオを組み参戦。9月22日、千葉県幕張メッセで行われた、 東京ゲームショー2018で開幕した PUBG の国内公式リーグ PUBG ジャパンシリーズに解説者として出演。以降、2020年12月に PJS が終了するまですべてのシーズンで大会解説を行う。2019年9月14日、東京ゲームショー2019のサムスンブースにてデトネーターメンバーらと登場し PUBG の エキシビジョンマッチを行う。2020年6月7日夜、Twitch で配信をしながら、Apex Legends のランクマッチをプレイ中に突然気絶する。SNS を中心に話題となり、海外メディアでも記事が取り上げられる。命に別状はなかった。後日行った MRI 検査の結果、長時間配信と運動不足による、起立性調節障害が原因と判明。 8月27日、UBI ソフトと Twitch が主催するアジア、太平洋地域における、ハイパースケープのストリーマー大会、Twitch Rivals、ハイパースケープアパックショーダウンに招待され、スタイリッシュヌブ、スパイルゲーヤと共に出場。11月1日、クレイジーラクーン主催の、エーペックスレジェンズコミュニティ大会、第2回クレイジーラクーンカップに招待され初出場。 2021年1月16日から17日、サイバーズ主催のストリーマー大会、エーペックスレジェンズストリーマーパークシーズン1フィーチャーリング、デトネーターに出場。4月1日、自身が所属している、プロゲーミングチームデトネーターの、ゼネラルマネージャーに就任。7月1日、スタイリッシュのブスパイルゲーヤーと共に、VCCPUBG カスタム3に出場。 大会後も配信を続け27時間連続で、計1 4タイトルのゲーム配信を行う。8月1日、Twitch が主催する、バルラントのストリーマー大会、Twitch Rivals、バルラントジャパンショーダウンに出場し優勝。賞金4750ドルを獲得。8月28日、ユーウム主催のエーペックスレジェンズコミュニティ大会、エペ祭り夏の陣に、鬼屋。 吉野馬と共に参戦し優勝。賞金70万円を獲得。個人として大会 MVP に選ばれる。9月4日、アベマ TV 主催のストリーマー大会、アベマプレゼンツバルラントビクトリーチャレンジに出場し、準優勝。賞金150万円を獲得。9月14日、2021年9月30日をもってデトネーターから卒業することを発表。 DTN 卒業後、過激な発言が増えた。国際大会国内大会コミュニティ、大会国際大会国内、大会国際大会国内大会コミュニティ大会、コミュニティ大会コミュニティ大会コミュニティ大会、ありがとうございます。